ゴンダ修一、ゴンダ修一、ゴンダ修一、1989年3月3日隊は、東京都世田谷区出身のプロサッカー選手。J1 リーグサガントス所属。ポジションはゴールキーパー。日本代表。妻は、ネイリストの篠田博美。バスケットボール選手の両親を持つスポーツ一家で育つ。は、川崎市内のサッカークラブに所属していたため。 GK として、川崎市選抜、神奈川県選抜に選ばれていた。当時のお気に入りは、アメリカ代表のトニー・メオラ。ユースチーム加入時には、横浜 F ・マリノスと川崎フロンターレのユースチームにも合格し、さらに、神奈川県選抜時の監督から、湘南ベルマーレの勧誘を受けていたが、小学校時に、近所のサッカースクールに、FC 東京が、コーチングスタッフを派遣しており、 ゴンダが、浅野博文 GK コーチの指導に好印象を受けたことと、そのスクール生には観戦チケットがプレゼントされ、駒沢陸上競技場にて、J2 時代の FC 東京の試合を生観戦したことなどが、決め手となり、FC 東京 U-15 への入団を選択した。2003年のクラブユース選手権で優勝し、日本一を経験。 2005年10月から西登録選手としてトップチームの練習に帯同し始め2007年からは国士館高校に在学しながら FC 東京トップチームに正式に昇格となった FC 東京初の平成生まれの選手でもある同年シーズン終盤にはサブとして公式戦ベンチ入りも果たした長らく塩田一氏の控えとして過ごしていたが 2009年1月下旬に、塩田が中水炎及び麻痺性腸閉塞による長期離脱を強いられ、さらに安倍信行もコンディション不良が目立ったことから、ゴンダが開幕スタメンに抜擢され、公式戦デビューすることとなった。その開幕戦ではアルビレックス新潟に4失点、第2節も浦和レッドダイヤモンズに3失点で、 開幕に連敗と苦いデビューとなったが、第3節で J1 初昇格のモンテリオ山形に完封勝利して、以降は落ち着いたプレーを取り戻し、シュートに対する鋭い反応でチームに貢献。出場時間が規定に達しプロ A 契約選手となった。実質のデビューシーズンであったが、年間15完封という J1 リーグの個人記録、大記録を達成し、チームの合意躍進に貢献。 川崎フロンターレとのナビスコカップ決勝でもフル出場。チーム5年ぶりの優勝に貢献するとともにプロ初タイトルを獲得。無失点に抑え、当時の鬼竹健二チェアマンからは MVP 級の活躍だったと値された。2010年も開幕から引き続き聖 GK としてプレーしていたが、勝ちきれない試合が多く8から9月にかけてはわずか。 勝ち点にしか挙げられずに勝利に終わるなど低迷最終節ではすでに降格が決まっていた京都に敗れ、J2 降格が決まった。J2 に降格して迎えた2011年は若手の代表として副賞を務めた。シーズン当初はレギュラーで出場していたが、ロンドンオリンピック予選の招集を機に延伝にレギュラーを奪われ、A 代表選手がクラブでは控えという状況にもなった。 シーズン終盤に差し掛かり再び正 GK の座をダッシュ。塩田とのポジション争いは1年を通して続いた。J2 では力の差を見せつけ、2位に大差をつけて1年で J1 に復帰した。J1 に復帰した2012年は新たに就任したランコポポビッチ監督から日本でナンバー1の GK と全幅の信頼を寄せられ、レギュラーを確保。しかし、との間に 差はないとも評され、2013年の天皇杯では、エンデンの講守で、チームがベスト4に進出する中、出場機会はなかった。また、2012年12月に、ドイツ・シュトゥットガルトと、イタリア・イラス・ベローナの練習に参加した。2014年は、高いセーブ率で失点の大幅減に成功。2015年より、エンデンの対談に伴い背番号を、1へ変更。 ファーストステージでは全試合フル出場を続けたが、同年7月にオーバートレーニング症候群を発症、離脱。3ヶ月ほどで、復調の兆しを見せたが、先列には復帰できなかった。復活をキスクラブの了承の下、本田圭介の熱望を受けて2016年1月に、オーストリア SV ホルニエ期限付き遺跡。初先発となった3月4日、第17節。 SK ラピードウィーン2戦で完封勝利したが、続く同月11日第18節戦で、右蛍骨を骨折。2015から16シーズン中の回復は間に合わず、同シーズンの出場は、この2試合に止まったが、ゴンダは、ホルンの日本人新監督、浜吉生則の指導に戸惑うオーストリ選手との、橋渡し役を務め信頼を集めた。 2016から17シーズン第6節、ウィーナーノイシュタット戦で5ヶ月ぶりに復帰した。リーグ中断期間にあたる2016年12月で、SV ホルンとのレンタル契約が終了したため、FC 東京にレンタルバックした。FC 東京とは2017年末までの契約を残していたが、2017年1月、ヨーロッパでのプレーを希望して、契約解除を申し出た。 クラブは、ゴンダの意向を尊重する方針だったため合意解除となった。ヨーロッパでの移籍先が見つからず、2月に帰国。夏の移籍期間まで無所属となることを覚悟していたが、サガン鳥スから熱意、あるオファーが届き同クラブへ移籍加入。フルスとの初対戦となった、J1 第5節の FC 東京戦では、フルスサポーターへ不義理な移籍を謝罪し、感謝を述べた。 ユースでは U-17 日本代表に選ばれ、AFCU-17 選手権2004で日本のゴールマウスを守った。2007FIFAU-20 ワールドカップには、香川真嗣と共に飛び級で選出されたが、メンバー発表後に、あと十字人体を損傷し、出場を辞退。2008年 U-19 日本代表の首相として2009。 FIFA U-20 ワールドカップアジア地区予選を兼ねた AFC U-19 選手権サウジアラビアに臨んだ。準々決勝の韓国戦では後西部を連発したものの0から3と完敗。結果として日本が7大会連続で出場し続けていた U-20 ワールドカップへの出場権を取り逃がすという苦い経験をした。 試合後には悔し涙を流しながらも TV インタビューに対応し、首相として責任感の強い部分を見せた。この年、FC 東京はゴンダとの契約を複数年に延長し、将来のチームの大黒柱候補としての期待の大差を伺わせた。2009年12月21日にはアジアカップ最終予選、イエメン代表戦に向けた A 代表に初招集され、 2010年1月6日の試合では先発出場を果たし国際 A マッチデビューを飾った。2010年9月30日にはアルベルト・ザッケローニ新監督の日本代表にも選出された。ここでの出場機会は得られなかったが、その後、ザッケローニはインタビューにおいて、例えばゴンダ。FC 東京でプレーする1990年生まれの GK で日本代表では、 第 3GK だが、素晴らしい将来性がある。と、大きな期待を示し、翌年開催の AFC アジアカップにも、第 3GK として招集された。アジアカップ以後は、世代別代表を優先し副賞として、チームのまとめ役を担った。2012年7月2日、ロンドンオリンピックに臨む U-23、日本代表に選出された。本大会では、 グループリーグでのベスト GK との声が上がる活躍で4試合連続無失点を記録し、ベスト4入りに貢献。しかし、準決勝と3位決定戦では、自身の判断ミスも重なって連敗し44年ぶりのメダル得を逃した。2014年6月に開催された 2014FIFA ワールドカップにも、第 3GK として招集されたが、本大会での出場機会はなく、 チームもグループリーグで敗退した。2015年3月、J リーグでの出職の出来を認められば、ヒドハリルホジッチ、新体制において、A 代表復帰。同月の新前試合チュニジア代表戦で、完封勝利を飾った。同年7月には、東アジアカップ2015の代表メンバーに選出されたが、コンディション不良、口実により事態。2018年、 森安一心体制のウィジンである、キリンチャレンジ杯において、3年ぶりに招集された。パナマ戦で出場し、見事、無失点に抑えた。250-310-12-02193-0200、コールスパンイコール250-250-15-0、コールスパンイコール21016-02-0、コールスパンイコール20020287、 例31018例336例通3コールスパンイコール 2AFC FC 東京 U-15FC 東京 SV ホルン2011例通3楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。